こんにちは、ビーレジェンドの辻本です。今日は腕立て伏せで大胸筋をでかくするについて解説していきたいと思います。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日は自重トレーニングの中でも、上半身の代表的種目、腕立て伏せの解説動画になります。私自身もですね、筋トレし始めはずっとひたすら腕立て伏せばっかりやってた時期があります。この自重トレーニングの腕立て伏せでも、十分にですね、大胸筋を発達させることが、できますので、今日は、そのポイントについて解説させていただきたいと思います。まず腕立て伏せで鍛えられる筋肉っていうのは、この胸の大胸筋という筋肉です。その他に補助的に使われるのが、この肩の三角筋の前の部分と腕の上腕三頭筋といわれる後ろの部分ですね。主にはここが使われるんですけれども、その他ですね、腕立て伏せっていうのは体を支えとかないといけないので、それを支える体幹、いわゆる腹筋ですね。またお尻が落ちてこないように、足のですね、前の部分の腸腰筋と言われる筋肉だったり、大腿四頭筋、太ももの前などの筋肉、全身の筋肉が使われるので、ウエイトトレーニングで鍛える代表的な胸のトレーニング、ベンチプレスでも鍛えれない部分っていうのが非常に多く刺激できますので、今回の動画を参考にしていただければなと思います。基本的なフォーム、次に、よくある NG なフォームと、その他ですね、負荷や、刺激を変えるような、バリエーションについても、お話しさせていただければと思います。それでは、早速行っていきましょう。それでは実際に正しいフォームでまず腕立て伏せを行っていきます。まず、手幅なんですけれども、肩幅よりも手のひら2つ分ぐらいですね、広げていただきます。指先は頭の方に向けていただきます。で、このままですね、膝を伸ばした状態で、頭から足首までが一直線になる姿勢をとります。ここから肘を曲げていって、胸が鼻が床すれすれになるまで下げたら、このまま持ち上げていきます。もう一度行います。このまま下げて、上げる。で、テンポは、1秒で下ろして、1秒で上げるぐらいのテンポが、テンポよく行えると思いますので、1、2、1、2、1、2、という形で行っていくのが、基本的なフォームになります。NG フォームなんですけれども、体幹が弱い方ですね、下げるときにお尻がですね、下がってしまうという方、逆にお尻をですね、こういうふうに上げて行ってしまう方っていうのを、よくおられるので、しっかりと先ほども言った頭から足首が一直線になる姿勢っていうのを意識するようにします。で、NG フォームもう一つなんですけれども、指先がですね、少し内に入ってしまう、ハの字に、してしまうと、肘をですね、こういうふうに開いてしまって、肩に負担がかかるので、これも注意しましょう。では次に負荷のかけ方を説明します。通常の腕立て伏せが、さっきのように体幹が崩れてしまうっていう方は、膝をついていただいた状態で実施していただくと負荷が軽減されます。ただですね、通常の腕立て伏せを、行って限界近くまで来た場合、膝を立てることによって、さらに追い込むというふうに、使えますので、
この膝つきの腕立て伏せっていうのは、まあ、筋力がまあまだない方や、追い込みたい方に有効な方法と言えます。さらに通常の腕立て伏せがもう20回以上、簡単にできるようになる場合は、足をこのように、まあ、椅子などで持ち上げていただくことで、さらにね、負荷をかけることができますので、こういう形で実施していただくと、まあ、強度を上げることができます。で、あともう一つですね、負荷のかけ方でテンポを変えることによって、まあ、負荷のかかり方を変えることができます。まあ、通常先ほども言った通り、1秒で上げて1秒で下ろす、まあ、これが通常のテンポになるんですけれども、まあ、ゆっくりですね、2、3秒をかけて下ろして 2、3秒上げる風にゆっくり動かすことで、まあ、筋肉の負荷が抜けなく、まあ、ずっとですね、大胸筋が緊張している状態になります。 1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、まあ、このようにしていただくと、まあ、同じ回数でも大胸筋に対して負荷をかけることができます。まあ、さらにですね、瞬発的なトレーニングを行う際は、このまま手を離すような形で、下から上げるときに、こういうような方法を取ると、またスピードですね、負荷、一番下に来たときに、最も負荷がかかりやすくなりますので、まあ、テンポっていうのも工夫していただければと思います。では次に手幅を変えることによって筋肉への刺激を変えることができるバリエーションの説明なんですけれども、通常であればこの肩幅よりも手のひら2つ分ぐらいが通常の腕立て伏せになります。この肩幅で行うことによって肘の曲がり角度が大きくなるので、腕の後ろの筋肉がより強く働きます。また腕がですね、近くによる分大胸筋の内側への刺激がやや多く働きます。逆に通常の手幅よりも広めに取ることで肘の曲がり角度が少なくなるので、大胸筋の外側に対しての、ストレッチが大きくなります。ですので、この手幅を変えていただくことで、大胸筋の外側から内側を、細かく刺激することができます。今日はですね、腕立て伏せの解説をさせていただきました。手幅であったり、足の上げ方であったりですね、腕立て伏せ一つでも、いろんなバリエーションを行うことで、刺激を変えることができますので、ぜひ皆さんもですね、腕立て伏せ頑張っていただいて、大胸筋を大きくしてください。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでも新商品やお得なセール情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。